はい、ジョージさんご苦労様でした。お疲れ様でした、今日は5月の29日ですね。はい、土曜日1時半の公演が終わりました、はい。びっくりしたのはちょっと朝どうかなって、今日の劇場のお客さんの数も、コロナ禍でね少ないかなと思ったんですけど、この1時半伸びましたね。多かったですね。特に家族連れの方ね、特にいらっしゃいますね、子供さんたち多くてありがたいですね、はい、子供たちがもうやん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 、はい、嬉しいですね、本当に良かったですね、はい。ところでマル君のちょっとアップに行きますけど、はい、マル君どうですか。マル君の課題と今いいところちょっと紹介してください。マル君ちょっとね、まあ、私の問題なんですけど、なかなか舞台であの波があって舞台が難しいですね。それはジョージさん、ジョージさん謙虚ですね、はい。もう私は1回目の舞台と2回目の舞台、はい、ちょっとうまく集中しなかったりとか、うん、1回目はどうだったんですか。1回目はねちょっと立ち回り、まあ、歩くスピード良かったんですけど、ご飯食べてから急に悪くなっちゃって。ああ、それご飯食べたそうですね。私の食べさせすぎかもしれないんですけど、まあそういう毎回毎回あの同じように出せない、まあ、私の問題なんですけどね、はい。まあ、まだまだ、はい、ちょっと頑張らないといけませんね。まあ、人間もね、あのご飯食べるとちょっと体の動き悪くなりますけど、はい、でもあの須藤猿回しの会、この川口湖猿回し劇場や朝の猿回し劇場のお猿さんたちは餌で釣るんではなくて、お猿さんの自分たちの持ってる力を出すっていうのが課題ですからね。そうですね、はい。マル君、あの私が見たところでは今日頑張ってましたよ。いやありがとうございます、ね、はい、まだまだ、はい、頑張ってくださいよ。そんな足引っ張る感じなんで頑張ります、はい、はい。もう一つちょっとなんか YouTube かなんかの、そうなんですよ、ちょっと宣伝してもらえませんか。マル君ね、今年に入ってね頑張ってるんですけど、これですよ皆さん、劇場ではねこの YouTube、 川口湖猿回し劇場、阿蘇猿回し劇場で配信しております。登録者の方もかなり増えたんですが、まだまだいろんな動画載せますんで、皆さんぜひ YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします、お願いします。引き続き5代目チョロマツくんのインタビューに移ります。